アンドリュー・ポジェは、カナダ出身の男性フィギュアスケート選手。パートナーは、ケイトリン・ウィーバーなど。2014年ソチオリンピック、2018年ピョンチャン、オリンピックカナダ代表。2014年世界選手権に2014年、2015年グランプリファイナル優勝。2010年、2015年4大陸選手権優勝。 2009年スケートカナダオンタリオ州のキッチナーに生まれ5歳の頃にスケートを始めた。ノービス時代にアレクサンドラ・ニーノとカップルを結成し、2002から2003シーズンから ISU ジュニアグランプリに参戦。2シーズン出場したものの表彰台に上ることはなく2003から2004シーズン終了後に解散。その後、アリス・グラハムと新たにカップルを結成した。 アリス・グラハムとのカップルでは2005年カナダ選手権、ジュニアクラスで3位となったものの、ISU ジュニアグランプリでは、表彰台に上ることはなく、2005から2006年シーズン終了後に解散。2006年8月、アメリカ代表選手であったケイトリン・ウィーバーとカップルを結成した。2006から2007シーズンから再び、ISU ジュニアグランプリに出場。 JGP 台湾ハイと JGP リベレッツで共に3位となり2007年カナダ選手権にはシニアクラスで出場して3位となったこの結果によりシニアクラスの2007年世界選手権とジュニアクラスの世界ジュニア選手権代表に選出された世界ジュニア選手権では初出場ながら3位となったものの世界選手権では20位に終わった2007から2008シーズンから シニアクラスに本格的に移行し、ISU グランプリシリーズに参戦。2008年カナダ選手権では2位となり、2008年世界選手権及び2008年4大陸選手権代表に選出され、初出場の2008年4大陸選手権では5位入。2009から2010シーズン、グランプリシリーズスケートカナダで3位になりシニアの国際大会で初めて表彰台に上った。 カナダ選手権では2位とわずか0.3の僅差で敗れ、バンクーバーオリンピックには出場できなかったものの、4大陸選手権では ISU 選手権で国際競技開発優勝を果たした。2010から2011シーズン、グランプリシリーズ NHK 杯で2位となった。スケートカナダの成績との合計で、初のグランプリファイナルへの出場を決めた。3年ぶりの出場となった。 世界選手権では SD でウィーバー髪の毛がほどける、トラブルがあったものの、ミスなく滑り切り、それまでの最高位を大きく超える5位入賞を果たした。2011から2012シーズン、グランプリファイナルと世界選手権以外のすべての大会で表彰台に乗った。世界選手権ではメダルまであと一歩の4位になり、昨年よりも一つ順位を上げた。 2012から2013シーズン、グランプリシリーズでは2戦ともに3位で、3年連続のグランプリファイナル出場とはならなかった。12月14日の練習中に、ウィーバーが左足首を負傷したため、12月18日には手術を行った。世界選手権では5位。国別対抗戦には、初出場で2位。2013から2014シーズン、 グランプリシリーズでは2戦ともに2位で、グランプリファイナルでは5位となった。ソチオリンピックでは7位。世界選手権では SD2 位、FD では3位となり1位に0.02位に迫る、僅差で銀メダルを獲得した。2014から2015シーズン、スケートカナダでグランプリシリーズ初優勝。NHK 杯でも優勝し、全体の2位の成績で、グランプリファイナルへの進出を決めた。 グランプリファイナルでは SD、FD ともに自己ベストを更新し優勝。カナダのカップルの優勝は自身の振付師でもあるシェイリーン・ボーンがビクター・クラーツと共に優勝した2001から2002シーズン以来のことである。カナダ選手権は初優勝。続く4大陸選手権では2010年大会以来5年ぶり2度目の優勝。世界選手権では銅メダルを獲得した。 2015から2016シーズンもグランプリシリーズで連勝。グランプリファイナルでは連覇を果たした。しかし、四大陸選手権ではグランプリファイナルで勝利したアメリカの二組に敗れ3位。世界選手権では5位となり、3年ぶりに表彰台に立つことができなかった。2016から2017シーズンからはメインコーチをニコライ・モロゾフに変更した。 2017から2018シーズン、スケートカナダでは2位。フランス国際では SD のシークエンシャルツイズルの失敗が響き4位となった。グランプリシリーズで表彰台を逃すのは7年ぶりとなる。カナダ選手権では SD のシークエンシャルツイズルで点倒し4位発進。FD で巻き返すも前年から順位を落として3位となった。ピョンチャンオリンピックは 全大会と同じ7位。世界選手権では3年ぶりに銅メダルを獲得した。2018から2019シーズン、FD の演目に SOSD、ウンテリアン EN でトレスを選択した。これは、デニステン主催のアイスショーに出演し、テンの演技を目にした際に影響を受けたものだった。7月18日に、テンが殺人事件により救世してからは、 演目の変更を考えたものの、トリビュートとして滑ることを決断した。オータムクラシックで優勝した後は、グランプリシリーズの出場を回避し、アイスショーへ参加した。カナダ選手権では3年ぶりに優勝。4大陸選手権では銀メダルを獲得した。世界選手権では5位となった。ウィーバー、ポジェ2ミスカナディアンフィギュアスケーティングチャンピオンシップス。 ハット・ウィーバーポジェ・マスター・ピーセズ、ハット・スティル・イン・ザ・ゲーム、ケイトリン・ウィーバー、アンドリュー・ポジェ、ハット・ケイトリン・ウィーバーアンドリュー・ポジェ・ツー・シット・アウト、ISU ・グランプリ・イベンツ、ハット・ケイトリン・ウィーバーアンドリュー・ポジェ・ルック・ツー、プッシュ・ザ・リミッツ・ウィズ・インテンス・ディテールド・フォーカスト、プログラムス。ありがとうございます。